はい、東洋配給整骨院長でします。今回はですね、患者さんに、ちょっとお願いしてですね、本当の真実だけをですね、言っていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。で、実際治療したのはですね、私じゃなくて、友野先生なんですけども、私もですね、一緒にちょっと取らせていただこうと思ってます。で、どんな症状で来られたんですかね。まず一番は喉の症状で、はいはい、高校生とかよくなる慢性扁桃炎で、喉が腫れちゃって、はいはいはい、食べ物が通らない、水も通らない、でも1週間寝込んで、最終的に耳鼻科に行って、はい、で、その扁桃炎の上の症状までになっちゃって、今度腫れたところにこう膿がどんどん溜まってって、はいはい、それがもう喉を圧迫しちゃって、はい、最終的にちょっと呼吸も辛いなみたいな感じになって、緊急病院で、メスでプスって切ってもらわないと良くならないみたいなところまで行っちゃってですね。はいはいはい、でそれをこう繰り返してたんですか。もうそうですね、もう長くてっていうか、近くてもう1ヶ月に1回ぐらいのペースでずっとやって、で海を、そうですね、ずっと、はい、でも耳鼻科も最初もう町の耳鼻科に行くんですけど、もうそこまで腫れちゃうとうちじゃ見れないって言われて、大学病院とかに救急車で運ばれたりとか、結構ザラにありましたね。で、病院は合計何軒行ったんでしたっけ。全部で4軒ぐらい。4軒、もうほんとたらい回しみたいな感じ で全部の病院でもう手術して扁桃炎を取っちゃった方がいいよっていう紹介状書かれました。でもそれで手術しなかったのはどうしたんですか。手術しなかったのは、ちょっと先生の YouTube 見たのもあるんですけど、あの人間に必要なこう必要ない臓器は一つもないっていう言葉がちょっとここに入ってて、はい、あ、ちょっともう取りたくないなみたいな気がありましたね。怖いのもあるんですけど、手術が、はい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 、そうですね。何年間ぐらい症状があったんですか。社会人になってからなんで、もう7年ぐらい、結構で年々ひどくなっていくわけですね。年々そうですね。 あと自分のこの体の疲れのに比例してて、やっぱ今日ちょっと疲れちゃったなっていう時の次の日に腫れたりとか、そういうのが多かったですね。なるほどね。結構辛いですよね。もう本当呼吸もしんどいし食べ物も、はい、結構シャレになってないですかね。もう水が飲めないから耳鼻科で渡された薬ももちろん入らないし、はいはいはい、でも脱水症状なんじゃないですか、うん、なんです自分でポカリスエットをこの氷入れる容器に入れて凍らしてずっと舐めてました。毎日ですか。そうです。舐めてれば勝手にこう入っていくんですよ。ごくんって舐めないで。ご飯どうしてたんですか。ご飯はもうほとんど食べれないですね。食べてなかったですね。症状落ち着いてる時もあるんですかね。落ち着いてる時はもう最初のもう3日間腫れてきたなぐらいの時はまだ食べれてるんですけど、あ、もういよいよ無理だっていう時はもうずっと食べれないです。もうポカリスエットオンリーで。なるほどですね。はい、で、病院に行って、結局もう手術しないとどうしようもないよということだったんですけど、うちの YouTube 見てくれたりして、実際来られてですね、はい、どんな感じでどんな感じで進行していきましたかね。あ、一応来るまではもうほんと半信半疑、うん、最後の手段っていうか、ここしかもう自分がこうたらい回しにされて行くところがもうないってなって、ちょっと半信半疑で行ってみようかなって言ったところから始まりですね。で、もうかなり1回目から2回目ぐらいは、症状何も変わらなくて、これ本当かよって思ってたんですけど思いますよね。3ヶ月目ぐらいからなんかちょっと体がなんか軽いぞみたいな、疲れないしよく寝れるしみたいな、喉からっていうよりかは周りから、鼻とか体から良くなってきて、最近はもう最終的に喉も全然症状現れなくて、もう海もたまる、たまっても勝手に出る、自分の力ですよね。なるほどですね。腫れはするんですけど、はいはい、もう本当に1日で治っちゃったりとか。高熱は出なかったんですか。熱はなんか扁桃炎の最初の方は熱が出るって耳鼻科の人にも言われたんですけど、はいはいはい、もうなんか自分がこうどんどん悪くなるにつれて熱すら出ない体になっちゃったんですよね。だから追い出せないっていうんですか。なるほど。もう戦えないんですね。戦えないです。ああ、なるほどですね。
まあ、あの結果的にすごい良くなったということですよね。そうですね、うん、でまあ良くなったからあのちょっと協力してくれてると、はい、いうことですよね。はい、どうもありがとうございます。なんか友野先生ありますでしょうか。やっぱりでも治療してる中でめちゃめちゃ面白いように良くなってたっていうのと、うん、あとやっぱり半信半疑で来られてるんで、まあ、結局こういくら説明しても結果としてもうご利用するしかないかなと思ったんで、うん、ちょっと気合い入れてやりましたね。気合い入れて、あの、はい、普段は本気出さないのに年に3回ぐらいですかね、出すのは冗談ですけど、ね。いやそれでですね、あのこの患者さんはその慢性扁桃炎とそれプラス、まあ、それが悪化した状態だったんですけど、あの耳鼻科に普通行くじゃないですか。で、まあ、耳鼻科の先生って喉しか見ないわけですよ。でもこの患者さんは他にですね、まあ、症状としてはですね、こういった、まあ、鼻炎があったり、まあ、喘息持ちだったり、まあ、皮膚症状がちょっとあって、まあ、頭痛持ちで花粉症もあって、まあ、睡眠障害、まあ、眠りが浅いって言ってたんですね。で、あとまあ、さっきポロッとね、疲れやすいって言ってましたよね。そういうふうに、ね、鍼治療やって疲れにくくなったともおっしゃってたんですけど、結局ですね、あの体って全部つながってるんで、その喉は、喉と鼻は耳鼻科、ね、例えば、まあ、喉と鼻は耳鼻科、まあ、喘息を呼吸器科、皮膚を皮膚科、頭痛を脳神経外科、睡眠障害を心療内科、花粉症また耳鼻科みたいな感じでね、こうバラバラに見てるから何にも治らないですね。これ何にも治らないんで、ここに書いてるやつ病院で一つも治らないんですよ。本当に44兆2000億円使っときながらですよ、本当に。でも東洋医学からすると、まあ全体、まあ、体ってつながってますから森全体を見て、気を治療していくんですね。でも、まあ、病院っていうのはその一箇所しか見ないんで、だから対症療法になってずっと治らないんですよ。だから皮膚症状を訴えても皮膚科の先生は皮膚しか見ないし、頭痛で病院に脳神経外科行っても脳神経外科の先生は頭しか見ないんですよ。でもそれはそれで必要なのかもしれないけど、結局治らないんですよね、一部分だけ見てると。でも東洋医学っていうのはこう全体像を見て治療していくんで、結局先ほどおっしゃったように喉が先に治るんじゃなくて、なんとなく全体的に良くなっていって喉も良くなっていったってことですよ。だから全部つながってるわけなんですね。ね、目ん玉だけ宙に浮いてるわけじゃないんですよ。全部つながってるんで、その全部のつながりを把握して治療しないと何にも治らないんで、本当に病院で慢性症状は何にも治らないんですよ。その扁桃腺とってもですね、この患者さんは治ってるわけじゃないんですよね。その扁桃腺が取れたらそりゃ海溜まりませんよ。でもその溜まる体質はそのままなんですよ。だからそんなことやってもまた他に症状出ちゃうんですよね。だから何の解決にもなってないし、先ほどおっしゃったようにその、まあ、体でね、いらない部品なんかないわけですよ、ね、それをまあ安易に取ってしまいましょうなんていうね、幼稚なことを言ってたらダメなわけですよ。だから本当にね、慢性症状はやっぱりね、東洋医学じゃないと治らない。本当にあの慢性症状で 何か一つでもいいから治るのがあったらね、ぜひ教えていただきたいですね。これ何年間も言ってますから、何にも治らないですよ。生理痛も治らないし、喘息も治らないし、円形脱毛症も治らないし、高血圧も治らないし、慢性、何にも治らないんですよ。だからそんなことに44兆2000億円の金も使ってね、もうみんなの税金の半分使ってるわけですよ。だから僕はいつもね、こう吠えてムカついてやっとるわけですよね。だから一人でも多くの患者さんがですね、理解して医療消費者の患者さんが賢くなって取捨選択する以外ないんですよね。そうですよね、やっぱり。まあそういうことなんですよ、本当に。ちょっとスイッチ入っちゃうとか。まあまあまあ、一応まあそんなところで。あとなんか睡眠障害のなんか眠りも、そうですね、はい、もうなんかちょっと音がしたり、ちょっと寒いとか、あともうトイレ行きたいとかで、はいはいはい、前まではもう1回寝るのにもう 4,5 回起きてトイレ行ったりとかしてたんですけど、もう今1回も起きないですよ。あ、すごいですね、すごいわ。まあ、頭痛もあんまり出ないってことですね。頭痛もなくなりましたね。なるほどですね。だから扁桃腺とってもね、頭痛も治らないわけですよ。扁桃腺とって頭痛治ります？ね、睡眠を良くする、まあね、その睡眠薬飲んでもらって頭痛治りますか？治らないんですよ。だからその治ることをやっぱりね、しないとダメですよね。治ることしないとダメって、まあもちろんね、病院の先生が治らんことをわざとしてるわけじゃなくて、その知らないんですよね。その2001年以降に医学部を入学した人は、まあ、東洋医学もちょっと勉強してますが、2001年以前に医学部入ってる先生っていうのは西洋医学しか知らないんですよ。だから料理に例えると洋食しか知らないんですよ。
で僕らは和食をやってるわけですよ。だから和食も洋食もどっちが上とか下じゃないんですよ。両方独立したらいいもんなんで、もちろん西洋医学は救急救命とか外科とかね、そういうのはすごい得意なんですよ。心筋梗塞で倒れてる患者さんに僕ら素人何もできないですよ。これも病院様々なんですよ。脳出血で倒れてる人にね、鍼灸師なんかやってて何にもできないんですよ。これはもう病院様々なんですよ。でも慢性症状に関しては和食のシェフである僕らしか治せないんですよ。洋食のシェフでは治せないんですよ。 あそこはもう救急救命外科、細菌感染症ですから、命に関わるところは病院、普段の、症状はもう東洋医学洋食屋さんなんですね。でこれを病院が全然分かってないんですよ。本当に分かってない、分かってないから治んないんですよ。ほんまに高血圧一つ一生薬飲みですから、毎日3000万人の人が飲んでるんですよ。人口の4分の1が毎日一生薬飲まされてるんですよ。そんなことやってるから他の病気になってね、みんながおかしくなっていくわけですよね、ということなんですよ。すいません、なんか言えまあでも本当にそう思いますし、やっぱりこう治療家なんで、僕らって医療人なんで、やっぱり医は算術ではなくて忍術だと思ってますんで、医は算術でなく忍術ね、困っている人を助けるのは本当の治療だと思いますんで、ね、まあ、そこは貫いてやっていきたいと思います、はい、そうですね。だからあの利益言う先じゃなくですね、患者さんを治すとか、まあ、社会に、まあ、社会のために、まあ、患者さんが良くなるってことは、患者さんもね、こう仕事してるわけですから、生産性が上がって国力が上がるわけですよ。だから健康な人ばっかりの国と不健康な人ばっかりの国だったら、どっちが国力がいいんですかっつったら、健康な国の人ばっかりじゃの方が絶対いいわけですよ。だから本当の医療っていうのは、患者さんを減らしてみんなを健康にしてね、社会保障費が下がって国力が上がってくる、これが一番幸せなことなんですよ。それを今ではですね、薬漬けにしてですね、この70年間で医療費って200倍ですから、厚生労働省のホームページ見てくださいよ。医療費って200倍に増えてるんですよ。だからどん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 病人ばっかり増えてね、で今現在なんて、昔日本すごい経済的に良かったけど、今めっちゃ下がってるじゃないですか。これ病人だらけなのも一つの原因なわけですよ、ね、だから皆さんも本当間接的に被害を受けてるんですよ。どんな人でも税金の半分が医療費ですから、もうみんな関係しますよ。みんなの払ってる、みんな税金めっちゃ払ってますよね。それの半分が医療費ですよ。半分が医療費ですよ。どんだけ病人だらけやねんこの国って感じですよ。だからあの今現在ではですね、患者さんが賢くなるしかないですね。これなぜかというと、今の病院西洋医学のシステムっていうのは、病人が増えるほど儲かるわけですよ。病人が治らないほど儲かるわけですよ。ずっと薬飲んでくれると儲かるわけですよね。で患者さんが減るっていうことは病人が減るから良くないわけですよ。でも本来それおかしいんですよね。医療の本来の目的は患者さんを減らすことですよ。で患者さんがもしいなくなって医療者の仕事がなくなったらね、まあ別に他の仕事したらいいじゃないですか、ね、それが今どん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 この70年間で200倍ですから、ちょっとやりすぎなんですよ本当はっきり言ってね。だから僕はいつもこうやって吠えてるわけですし、あのこのね10年ぐらいずっと吠えてますけどね、あのもう疲れてきましたよそろそろ分かってくださいよ本当に皆さんね。まあそんな感じなんですけど、最後になんか一言、慢性扁桃炎の方にちょっといや、あの半信半疑だったけど治ったねみたいな、まあそういうことですよね。そうですね、うん、まあやっぱ何やってもその遊びに行くに対しても仕事するに対して もう体が元気じゃないとまずやる気も失せるし、うん、もうちょっとどっか行くのやめようかな、今日は寝てようかなっていう気持ちになるんで、でも体がやっぱ元気だともう自分のこう活動力ってすげえ増えるじゃないですか、うん、なるほど。その分働けたりとか遊びに行けたりとか、うん、ちょっと旅行行ってみようかなとか、もうそういうふうにもうこの1年でもうこうガラッと体が変わったんで、生活も結構こう上向きになったり、うん、いや本当に、ね、もうありがとうございます。本当に良かったわ。そのまま行ってるとやばいっすよね、ずーって言って、やばいっすよね、ここも取られて、もう切り傷だらけで、うん、でもそれでも治ってないからねそうですね。で他にも多分いっぱい出てくると思うんですよ、はい、どん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 廃人ですよね。そうですね、でも負のサイクルというか、そうですよね、気持ち的にも気持ちも下がってね、はい、そのうち心療内科なんか行っちゃってねまた治ります、ありえますよね、また治ってますよ、はい、本当ですよね。まあ本当にね、そういうことでね、まあ、少しでもやっぱり東洋医学を分かっていただきたいと思ってですね、私も、まあ、町田の YouTube でももう1300、400動画ぐらいやってますしね、
四神塾の動画でも本当、まあ、2、300動画やっても常にこう訴えてるわけなんですけどね、まあ一人でも多くの方がですね、あの理解していただきたいですね。まあ、特にですね、患者さんが理解してほしいですね。その医療消費者ですからね、車買う時もトヨタにしようかなとかホンダにしようかなとかいろいろ考えるじゃないですか。だから病院だけじゃないんですよね。まあそういうことでね、賢いですね、あの医療消費者になっていただけたらなと思いますね。でその結果やっぱり健康な人が増えるとこうやって幸せになる人も増えますし、マイナス面が減っていくわけですね。うん、マイナス面が減っていくわけです。ほんで本当の本当の本当にあの患者さんがいなくなったらね、もう医療業界の人の職がなくなるんですよ。でもそれを目指すのが本来の医療ですからね。医は算術でなくて忍術ですからね、そういった気持ちですね、やってますし、僕もまあ仕事なくなったのもたこ焼き屋しようと決めてますからね。だからまあたこ焼き屋ができる世の中にね、早くなってほしいなと思ってます。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当のことだけですよね、言っても本当のことだけですからね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。